この街は嫌いだ。忘れたい思い出が染みついた場所だから。毎日学校に通い、友達とだべり、帰りたくもない家に帰る。こうしていて、いつか何かが変わるんだろうか。変わる日が来るんだろうか。私はとってもとっても好きです。でも何もかも変わらずにはいられないです。見知らぬ女性と、俺に向けられた言葉ではなかった。多分心の中の誰かに語りかけているのだろう。楽しいこととか嬉しいこととか全部変わらずにはいられないです。それでもこの場所が好きでいられますか？見つければいいだろう。次の楽しいこととか嬉しいことを見つければいいだけだろう。ほら、行こうぜ。俺たちは登り始める。長い、長い、坂道を。透き通る夢を見ていた。柔らかい永遠。風のようなかすかな声が高い空から僕を呼んでいる。このまま飛び立てばどこにだって行ける。重ねた手と手の中に小さな未来が見えた。飽きずによくやるな。岡崎、見てないで助けてくれよ。アホが映るから嫌だ。あんためちゃくちゃ甘くてますね。おお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 お。もう近所から苦情を受けるのは私なんだからね。寮母ってのも大変な仕事だ。伊沢さん、もっと早く助けに来てよ。あんただって悪いんでしょうか。これに懲りてちょっとは反省しなさい。くそ、ラグビー部め。んな小さい声じゃ聞こえないだろ。くそ、ラグビー部め。今の声だ。僕を殺す気か！お前ビビりすぎ。僕だって1対1なら引くことはないさ。でも相手が多すぎるだろ。まあ見てな、卒業間際になったら派手にお返ししてやるから。その時は岡崎、
僕の背中はお前に任せるぜ。ラッキー、ざっくりいくな。来るなよ、行けよ。だって俺ラグビー部の味方だぜ。いつからだよ。いや、その時だけ。静かにしろ。やばい、蹴り返してやろうか。こうしてまた今日も変わり映えのしない一日が終わっていく。悪い、お茶。そんなのねえよ。目標があるわけでもなく、情熱を傾ける何かがあるわけでもない。拝むから。のっぺらぼうの一日が。ここは終わってしまった世界。何も生まれず何も死なない。過ぎゆく時間すら存在しない。もし僕が生まれる場所を探しているのなら、この世界を選んではいけないと思った。こんな世界に人がいた。僕が見えるのだろうか。僕はこの世界に生まれていない。終わった世界で一人ぼっちで暮らす少女。空虚な静止した世界に生きる少女。僕はどうしてか彼女のことが気になった。岡崎と篠原、まだ来てないぞ。あいつらどうする気だろう。進路とか受験とか、もう3年だってのに。ほっとけほっとけ、暇な奴らに構ってる余裕ねえだろ。俺たちは。岡崎くん。うん、なんだ藤林。岡崎くん、今日も遅刻ですね。だから、毎日ちゃんと登校した方がいいと思います。ああ、クラス委員みたいなことを言うのね。みたいじゃなくて、私クラス委員長だから。おい岡崎、委員長泣かすなよ。羽木が飛んでくるぞ。大丈夫です、泣いてませんから。分かったよ、ま、明日の気分次第ってことで。それじゃあ明日のこと占ってあげます。私占いが趣味だから。おいおい、岡崎くん、明日遅刻です。喧嘩売ってるのかお前は。カードに出てますから、こういう占いなんだと思います。思いますってなんだよ。学校に来る途中で優しい女性とロマンチックな出会いをして、時の経つのを忘れて、それで遅刻してしまいます。いやに具体性抜群だな。乙女のインスピレーションです。こら、岡崎智也。お姉ちゃん、今日私の妹いじめるとはいい度胸じゃない。このスカタンが。ちょっと話をしてただけだろうが。そうだよお姉ちゃん、いじめられてないよ。ならいいけどね。あんた寮に占ってもらってたの。ああ、明日優しい女性とロマンチックな出会いがあるんだと。なんだよその顔。別に、ま、頑張んなさいよ。さてと、どこで食おうかな。幽霊？出るんだってさ、例の交通事故に遭った女子生徒の幽霊。見間違いじゃねえの。幽霊ね。よう、一人か。教室で友達と食べりゃいいのに。アンパン。なあ、聞いてるのか。ごめんなさいです、今食事中ですので。そっか。何でしょうか。どうしてこんなところで一人で昼飯食ってるのかって。あなたはこの学校は好きですか。いや、取り立てては。私はとってもとっても好きです。前は話す人も仲のいい先生もいたんですけど、でも今は。なんかあったのか。私去年長いこと学校を休みしてたんです。それでそのダブったのか。あ、はい、ダブっちゃいました。
知ってる人はみんな卒業してしまって、今の学校には知らない人ばかりで、浦島太郎の気分を味わいました。あ、ごめんなさいです、会ったばかりの人にこんなこと。それであんな独り言言ってたのか。部活とかやってなかったのか。はい、本当は演劇部に入りたかったんですけど、私体が弱いからちゃんと活動できそうにないし。できる範囲で参加すればいいんだ。放課後演劇部に行ってみたらどうだ。でも、あ、見ろよ、こっちを見て。しょぼくれた顔してちゃ友達もできないぞ。笑って手を振ってみろよ。ほら、にっこり笑顔だ。気づかなかったか。私、教室でも影が薄いですから。なんでしょう。おお、すっげえ、爆走。スノラ、何の騒ぎだ。殴り込みじゃないの。他の高校のやつがバイクで乗り込んできたんだ。で、人の頭の上で何やってんすか。何、ひょっとして説教でもする気かな。どうしてこんなことに。ここは一応町一番の進学校だからな。そういうのにムカつくやつがいるんだよ。お前加勢すんの。黙って見てらんないからな。友よさんなら心配ないですよ。友よ、知らないんですか。この春から2年に転入してきた坂上友よさんですよ。すっごく強いんです。下手に出ていくとかえって邪魔になりますよ。って言ったって。無用な騒ぎは起こしたくない。怪我をしないうちに消えろ。おとなしく帰れば見逃してやる。自分から痛い思いをすることもないだろう。なめんな。何あれ。転入生なんですね、さっきの人。あんたと似たような立場なのにあれだけ人気があるんだ。要は本人次第ってことさ。そうなのかもしれませんね。なんてな、他人に説教なんかできる人間か俺が。じゃあ俺行くから。はい、あの、ありがとうございました。俺D 組の岡崎智也。私 B 組の古川渚です。よろしくな。はい、よろしくです、岡崎智也さん。はい、岡崎、あとで付き合えよ。やらせ。ああ、女が男に勝てるはずありません。金でも渡して負けてもらったんだろ、人気稼ぎのためにさ。それとも金じゃなくてあっちの方。女の子はいいね、そういうのでバカな男が言いなりになっちゃうんだから。誰あの人たち。3年生の不良よ。確か角原と岡崎っていう。喜べ、同じ学校の生徒には手を出すまいと思っていたんだが、お前だけは特別に相手をしてやろう。かわいいね、強がっちゃって。膝が震えてるんじゃないの。一応正当防衛にしたい。かかってきてくれ。いい気になってんじゃねえよ。往生せえ。その時俺は思い出していた。かつてこの町にはとんでもなく強く、そして美しい少女がいて、一般人に迷惑をかけたがる頭の悪い連中をやっつけて回っていたという噂がある。やられる前に言ってください。もう来ないでくれ。畜生。旧校舎の3階、確かここが文化系の部室になっていたはずだ。あいつやる気になったのか。ハンバーグ。失礼します。
岡崎さん、いらっしゃったんですか？ああ。この手は何ですか？いや、別に。忘れてたよ。演劇部は今年の3月で活動休止したんだ。もともと部員が少ないって聞いていましたけど。でも休止ってことは条件が揃えば活動が再開できるってことだ。そうでしょうか。もう一頑張りしてみたらどうだ。俺も手伝うからさ。あの岡崎さん、どうしてこんなに親切にしてくださるんですか、会ったばかりの私に。どうしてって、どうしてだろうな。それじゃ、あの岡崎さん、ん、私のうちこの先の公園の向かいのパン屋なんです。よかったらそのうちいらしてください。気が向いたらな。チーズ。誰もいないのか。それ今週の新商品なんです。よかったら食べてみてください。古川の姉さん、母親か。代金は結構ですよ、余り物ですから。それコンセプトはなごみです。なごみ。それじゃあお言葉に甘えて。あ中におせんべいが入ってるんですよ。名付けておせんべいパンです。名前のセンスもすごいけど、パン作りのセンスもすごいな。そうでしょう。アイデアの勝利です。どうなさいました？どうもこうも。はっきり言わせてもらうけど、これは失敗作だろ。美味しくありませんでしたか？味も問題あるけど、そもそも食いにくすぎる。これじゃ売れ残って当然だ。え？私のパン、私のパン。ちょっと。売れ残って当然なんですね。この母にしてこの子はありか。せめて父親だけはまともであってほしい。おい、なんだ。最悪だった。言っちゃいけないことを言ってくれたな。つべこべ言わずにうまいうまいって食ってりゃいいんだよ。それが義理だろ、人情だろ。真実ってのはいつも過酷なもんなんだ。それをそのまんま突きつけちゃかわいそうだろ。ここら一帯の住民はあいつのパンをうまいと言ってくる。これは暗黙の掟だ、法律だ。だからお前も守れよ。じゃねえとしなくぞ。これ、あ、うちの子と同じ学校の制服じゃねえか。ひょっとしててめえ渚の友達？早く言えよバカ野郎。すみません、娘の友達に恥ずかしいところを見せてしまって。気にすんな、さなえ。こいつ頭悪そうだからどうせもう忘れてら。だる。お客様にそんなことを言ってはいけません。なんでこうなるんだ。何にしてもめでたい、渚が新学期早々友達を連れてくるなんてな。しかも男の子ですよ、明夫さん。何？男だと？今気づいたのか。もしかしたらボーイフレンドかもしれませんね。こんな安男に渚を渡せるか。キュレキュレ。それじゃ俺これで。てめえそれでも男か。男なら惚れた女は力づくでも奪っていけと言っても渡さんがな。ああ、もう仲良しになってます。当たり前だ、娘の友達を粗末に扱うもんかよ。ぐっ。あ、どうした、アホ面して。いや、この家族には関わるべきじゃないんだろうなと思って。常にこの通りちょっときつめのジョークも言える仲だぜ。そうだ、お名前を聞いてませんでしたね。岡崎さんです、岡崎智也さん。くぅ、耳っちい名前だな。岡崎銀河とかにしろ。いいですね、銀河さんってお呼びしていいですか。ついでに名字を大宇宙にしろ、大宇宙銀河。いい名前だろ。俺の名前は岡崎智也だ。うるせえ野郎だな。さなえ、なんかいい名前はねえか。そうですね、名前の下に何かつけるというのはどうでしょう。大きいだけでなく時空の流れも超越した存在ということで、岡崎智也エターナル。
おお、いいじゃねえか。これからはそう名乗れ、エタノール。変わってるし。サンキュー。ここまで来れば道がわかる。すみません、お引き止めしてしまって。なんか不思議だった。こんな家族もいるんだなって。すげえ仲いいよな。そうでしょうか。普通だと思いますけど。また明日な。はい、おやすみなさい。11日に地球と火星が5575万キロの距離にまで近づくことになります。親父、寝るなら横になった方がいい。なあ父さん。うん、これはこれは、また智也くんに迷惑をかけてしまったかな。俺の母親は俺が小さい頃に交通事故で死んだ。そのせいなのか親父はアルコールと賭け事に溺れ、ろくに仕事もしなくなった。岡崎、今日は休んじまおうぜ。どうせ土曜で半日授業だし。すぐに終わらせますから、部室で待っててください。よし、傷はなしと。修理代は勘弁してあげる。決まりました。なんでもない、忘れてくれ。一人か。